魔界闘士サガ。後に、あのロマサガシリーズにつながる、ファイナルファンタジー、聖剣伝説以外の、スクエアの看板タイトルは、ここから始まりました。広大かつ巨大な塔を舞台に、主人公たちが世界の謎を解き明かし、危機から救います。4人の主人公は、複数の種族から選べて、モンスターは敵の肉を食べることで、強くなるのには驚きました。その他、経験値などおなじみの数値が、ほとんど出ないのは最初は不安でしたが、やがてそれは感動に変わるくらい、奥が深いシステムに、ずっとキャラの育成ばかりやっていた、自分がいました。ストーリーもダイナミックで、塔の中なのに海があったり、大都会があったりと、普通の RPG の何本分も楽しめます。さらに、ラスボスは衝撃の倒し方ができるのは、今日までの語り草となっています。RPG はここまで進化して、楽しいものであることを改めて、思い知らされました。この作品は当時自分の周りでも、プレイしている人は多かったですね。2作目も良いけど、個人的にはやっぱり1作目が好きです。ウィザードリーガイデン2、古代皇帝の呪い。あの衝撃のストーリーで終わった、女王の受難の続編です。最近導入され賛否が分かれる、オートマック機能を切ることができるのは、ハイジンの素養ありです。今回も、かなり難しいですが、前作より敵も味方も適度な実力差なので、本当に戦闘が楽しいです。また再仮想まで苦労していくと、とんでもなく強いけどすごいアイテムを、手に入れられる六魔王と呼ばれる奴らを、すべて倒すことに情熱を燃やしました。こいつらが出る前にイベントみたいになるので、本当に今の RPG 並みに興奮します。ただでさえ難しいのですが、マニアモードという変態しかクリアできない。クリア自体がやり込みとも言える。モードも面白いです。とにかく歯応えを望む猛者専用です。ポケットモンスターキン、銀。シリーズ初の続編。あれだけ人気になった初代の続編で、期待度も非常に高い中、見事に期待以上の進化を遂げた名作。ゲームシステムに、ポケモンの性別や卵、ポケモンの持ち物など、現在のシリーズまでつながる新しい要素が、加えられたほか、グラフィック、BGM、プレイのしやすさなど、すべてにおいて、前作以上の水準になっています。ポケモンを集めて育てて戦わせる、楽しさはそのままに、登場するポケモンは100種類増えて、251匹になり、初代で不満の声の多かった、タイプごとのバランスにも、調整が入っています。シナリオ面もサブイベントが用意され、厚みが増しています。前作の舞台である、関東地方へ行けた時には、感動して鳥肌立ちましたね。今やっても間違いなく楽しい名作。リメイク版もご存知の通り、DS で出ているので、懐かしみながら、もう一度プレイしてみてはいかがですか。また茜のミルタンクに、苦戦すること受け合いです笑い。ドラゴンクエスト3、そして伝説へ。おそらくドラクエ史上、最も有名な作品で、リメイクである今作も、やり込み要素が多く、長く楽しめる作品に仕上がっています。1.2 に続く物語で、勇者オルテガの息子が、父の意志を継いでバラモスを倒し、地下の世界でゾーマを倒して、勇者ロト、となるストーリーです。オープニングの父オルテガがかっこよくて、とても感動してしまいました。新しい職業の盗賊はどちらかというと、レンジャーや魔法剣士のような、タイプだったので使い勝手が良くて、今までお世話になっていた戦士が、残念ながら二分行きになってしまいました。
一番楽しかったのはレアアイテム集めで、スゴロク剣を借りまくって、スゴロク城に入り浸ったり、人の家を調べまくって、小さなメダルを探し回るほど、夢中になってました。金はなる。ふざけたタイトルながら、知る人ぞ知る名作アクション RPG。最終的にタイトルはストーリーに、全く関係ないです笑い。主人公サブレ王子がティラミス姫を、助け出すために奮闘するお話。王道のストーリーなのですが、ギャグやパロディ要素が満載。その割に最終的には、伏線もすべて回収し、どんでん返しもあり、見事なシナリオになっている点が、本当に素晴らしいです。街やフィールドは見下ろし型で、ダンジョンは真横から見た。スクロールアクション。主人公は蛇とカエルに、変身することができるようになり、それぞれの形態をうまく使い分けながら、アクションステージを、攻略する必要があります。戦闘はオートバトルで、レベルアップの要素もないので、事前にアイテムをどれだけ集められるかが、攻略の肝、ゲームバランスもちょうどよく、とても完成度の高い作品です。ふと思い出してもう一度やりたくなる、そんな魅力があります。個人的にはリメイクしてほしい作品の一つです。キニンコウマ6鬼、知る人ぞ知るバンクレストから発売の和風名作 RPG です。実は結構シリーズも発売されていて、ゲームボーイでは5作品、スーパーファミコンで2作品、プレステ1で1作品発売されています。確かプレステ版は定価も安くて、買いやすい作品でしたよね。1作目ということで、パーティー制はなく、一人で旅をしていきます。落ちこぼれの忍者である、主人公の天地丸が、密書を届ける途中で、敵に密書を奪われてしまい、村に戻ると仲間や家族たちが、その仇を討つため旅立つストーリー。この天地丸は、シリーズでは3以外の作品には、すべて登場していて、シリーズ内で、とても重要なキャラとなっています。このゲームの特徴として、転身システムというものがあり、要は変身ですね。変身をすると特殊能力が使えたり、防御力がアップしたりしますが、忍術が使えなかったり攻撃力が下がるので、使いどころを考える必要があります。この1作目が発売された頃は、ゲームボーイでの RPG 作品が少なかったので、当時遊んだ人も多いのではないでしょうか？
桃鉄でおなじみの佐久間明さんが、プロデュースした RPG で、ターザンをモチーフにした、設定になっています。ジャングルに住む主人公は、さらわれた父を助けるため、そしてジャングルの平和を守るために、ボート団に戦いを挑みます。ゲームはオーソドックスな RPG 方式で、レベルを上げ、仲間を増やして、進んでいきます。ジャングルだけに、敵のほとんどは野生動物なためか、誰も死ぬことがない、環境に優しい内容になっています。ストーリーも王道を行く内容ですが、至るところにギャグが散りばめられ、暗くなりすぎず、それでいて考えさせられる、しっかりとした作りになっています。エンカウントが高めなのできついですが、仲間の特技なんかも面白いので、一度プレイすることをおすすめします。33点。アクションが RPG の新しい形を模索し、常に進化してきた聖剣伝説シリーズの記念すべき第一作です。闘技場で奴隷としてモンスターと戦っていた主人公は、脱走した時に少女を助けたことで世界の名誉を握るマナの木の争いに身を投じることになります。この作品だけファイナルファンタジーの外伝として作られていて、アイテムや魔法、世界観など、おなじみのものばかりで、チョコボなんかも出てくるので、感情移入しやすかったです。ゲーム自体はトップビューの、アクショナー RPG で、5種類の特徴ある武器と、強力なため攻撃を使いながら、進んでいきます。またダンジョンには仕掛けが多く、敵を凍らせてパネルに乗せたり、武器の能力を使って進んだりと、後半になってくると、パズルを解いている気持ちになってきて、面白かったです。そして BGM が名曲揃いで、オープニングやメインテーマなんかは、今聴いても鳥肌が立ってしまいます。子供心をくすぐるストーリーがとても好きで、ヒロイの好きな子の名前にして遊んでました。聖剣シリーズ最初にして最高の作品です。ドラゴンクエストモンスターズに、マルタの不思議な鍵、ルカの旅立ち、イルの冒険、ドラクエ6でいろいろ話題を振りまいた、テリーにフォーカスを当てた作品ですが、今回は完全にオリジナルの主人公です。2本に分かれていて、マルタという国で、ルカとイルという兄弟が、モンスターマスターになって、モンスターを倒して仲間を集めながら、いろいろ起きる出来事を解決します。世界は異世界がたくさんある感じで、扉で繋がっていて鍵鑑定士に、見てもらって初めて行き先がわかるので、新しい鍵を見つけたらワクワクしました。また合計312種類もモンスターがいて、毎回最強のスライムを作ろうと、鍛錬の日々が続きました。少し一部の能力が強すぎて、最終的には物理で殴って解決になるなど、困った点もありましたが、やっぱり王道のソフトなので、いつまでも楽しめました。そういえば最近このシリーズって出てるのかな?調べてみました。2016年に、ドラゴンクエストモンスターズ、
ジョーカー3が発売されたのが最後でした。ってことはもう5年以上出ていないんですね。メダロット2、コミックボンボン初の RPG の2作目、メダロットと言われる、デッドロボットが発明され、そのメダロット同士を戦わせる、ロボトルが流行している世界、どこの世にも悪いことを、する友柄はいるもので、主人公がその組織が起こす騒動を、解決していくストーリー、カブトバージョンと、クワガタバージョンがあり、どちらか一方でしか手に入らない、アイテムやメダルがあるなど、当時はポケモンの、ロボット版のようなイメージでした。戦闘はターン制ではなく、コマンド指定と、コマンド実行のタイミングが異なったり、各パーツごとに耐久値が決められていて、壊されるとそのパーツが使えなくなったり、頭部を壊されると他の、パーツがあっても機能停止、など特徴的なシステムでした。ラスボスに泣かされた人も多いなど、ゲームバランスに偏りはあるものの、音楽よし、グラフィックよし、ストーリーよし、操作性よし、やり込み要素よし、と間違いなく名作です。2から始めればストーリーは4まで、続くのでメダロットシリーズ初めての方は、2からプレイをおすすめします。実は自分に